ここに一本のライターがありますのだ。皆さんはこれを見て何かイメージするものはありますかなのだ。花火、タバコ、バーベキュー、お線香。僕は今まで燃やしてきた様々な住宅や住人が思い浮かぶのだ。僕が放火に興味を持ったきっかけは、幼い頃に見たちびまる子ちゃんなのだ。長沢くんの家が燃え上がる、長沢くんが涙を流す、その何とも言えない悲しさ、悲しすぎて逆に面白おかしくなってしまうという悪魔的な演出に、僕は深く胸を打たれたのだ。住宅を燃やしてみたい。燃え上がる建物、そして悲しみに暮れる住人を見てみたい。僕の放火欲求は年を重ねるごとに高まり、中学生になった頃には寝ても覚めても住宅に火をつけることしか考えられなくなってしまったのだ。そして中学2年生の時、僕はとうとう実行に移したのだ。校長先生の家に放火したのだ。校長先生は態度がでかい、話が長い、ハゲているといった理由で生徒からも他の先生からも嫌われていたのだ。初めての放火はわからないことだらけで、すべてがうまくいったわけではないけれど、結果は全焼。僕は大きな感動を得たのだ。翌日の朝の全校集会、校長先生が数席極まった様子で自分の家が燃えた話を始めた時、僕は笑いをこらえきれずに吹き出してしまったのだ。放火は楽しい。自分の家が燃えた人の話は受ける。この成功体験で僕は完全に放火に目覚めたのだ。もう最高すぎてやめられないのだ。親友のメタン、つむぎ、ことの端前。最近火災事案が続いているけれど、犯人はすべて僕なのだ。今日はこれから、ようやく立て直した校長先生の新居をもう一回。